天神信仰は、日本における天神に対する信仰のことである。特に、菅原道真を天神様として、維府、祈願の対象とする神道の信仰のことを言う。本来、天神とは国津神に対する天神神のことであり、特定の神の名ではなかったが、道真が、没後すぐに、天馬大自在天神という神格で祀られ、続いて、聖領の落雷事件を契機に、 道真の怨霊が北の後に祀られていた平井人と結びつけて考えられ辛い天人と呼ばれるようになり、後に平井人は剣族として取り込まれ新たに日本大乗位特典などの信号が確立することにより、さらには実道音源などとも呼ばれ、都道天神、妙法天神行、天神行など仏教でも厚い数計を受け、道真の神霊に対する信仰が、 天神信仰として広まった。天馬宮の我牛、藤原時平の陰謀によって、大臣の地位を追われ、太財布へ左遷された道真は、失意のうちに遺没した。彼の死後、すぐに、進化の馬酒康行が道真を、天馬大自在天神という神格で祀った。その後、薬病が流行り、ひでりが続き、また、大五天皇の御子が、相次いで病死した。さらには、 清涼殿が落雷を受け多くの死傷者が出た。これらが道真のたたりだと恐れた朝廷は、道真の罪を許すとともに贈与を行った。清涼殿落雷の事件から道真の怨霊は、雷神と結びつけられた。もともと、京都の北の後には、平安京の西北、天文の沈めとして、河雷神という地主神が祀られており、朝廷はここに北野天満宮を建立して、 道真のたたりを沈めようとした。道真が亡くなった大宰府には先に、第五天皇の直命により、藤原中平によって混流された安楽寺病、後の大宰府天満宮で、高志捧ぐされた。また、949年には、南馬系の西北の沈めとされた大将軍社前に、一夜にして七本の松が生えたという話により、直命により、大阪天満宮が混流された。 987年には、北の天満宮天神の直後が下された。また、天魔大自在天神、日本大上位特典などとも呼ばれ、恐ろしい怨霊として恐れられた。平安時代末期から鎌倉時代にかけて、怨霊として恐れ得られることは少なくなった。この頃に描かれた天神無縁儀によれば、この時代では、慈悲の神、正直の神、冤罪を晴らす神、和歌、 レンガなど、芸能の神、現世の長寿トライの極楽王城に導く神として、信仰されるようになっていた。また、貿易省から海南行家の神、皇族ほか歴代幕府、戦国、大名などの武将たちには、恩敵長武区、戦勝祈願、王城鎮護の神として信仰された。江戸時代以降は、道真が生前優れた、学者、歌人であったことから、学問の神として、 寺小屋などで盛んに信仰されるようになった。近代に入ると天皇への忠誠心を説くために、中心として教科書などで取り上げられた。元々の平井人は天から降りてきた雷の神とされており、雷は雨と共に起こり、雨は農作物の生育に欠かせないものであることから、農耕の神でもある。各地に平井人と同様の伝承で天神が祀られて、 いたが、道真が、天神様、天神さんなどと呼ばれるようになり、各地で祀られていた天神もまた道真であると、されるようになった。また、北の天満宮や太宰府天満宮からの勘定も、盛んに行われた。天神を祀る神社は、天満宮、天満神社、天神社、菅原神社、北の天神社、北の神社などという名称で、 九州や西日本を中心に約一万社あって、文社の数は第三位である。北の天満宮と太宰府天満宮はそれぞれ独立に創建されたものであり、どちらかがどちらかから感情を受けたというものではない。そのため、北の天満宮では総本社、太宰府天満宮では総本宮と呼称し、天神信仰発祥の地という言い方をしている。また、法富天満宮や、 友木天満神社など、最古の信仰発祥の地を称するところも複数ある。ただし、日本三大天神などと称する場合には、太宰府天満宮を外して、北の天満宮を残す例がある。城の守護神として、本段に天神様を祀っている、松山城天神やぐ大名前田市の家門、加賀梅鉢、菅原道真を主催神としている神社では、 道真の誕生日が6月25日、命日が2月25日で、共に25日であったことから、毎月25日を霊祭としていることが多い。江戸時代でも毎月25日は、天神様の縁日であり、特に旧暦1月25日を、はじめ、天神、12月25日を、姉妹天神と呼んで参拝したが、これは新暦に移行した現在でもそう呼ばれている。また、 観光成績25杯、落葉天満宮25社順杯、江戸25天神のように特定の25社を巡礼する風習も存在する。菅原道真と牛との関係は深く、道真の出生年は牛年である、太宰府への左遷時牛が道真を泣いて見送った、道真は牛に乗り、太宰府へ下った、道真には牛がよくなつき。 道真もまた牛を愛育した牛が四角から道真を守った道真の墓所の位置は牛が決めたなど牛にまつわる伝承や演起が数多く存在する。これにより牛は天馬牛において神種とされ我牛の像が決まって置かれている。ありがとうございます。